はい、皆さんこんばんは、岡もち TV です。今日は、社会人、全日本社会人前ということで、横山コーチに最終調整でちょっとしごいてもらいたいと思います。お願いします。お願いします。はい、では横山コーチお願いします。はい、お願いします。球の量が、いつもと違うよ。全国大会しよう。全国大会しよう、卓球練習。これがまあ2、3回入れ替わる感じかな。頑張りましょう。お願いします。まあでも基本的には、はい、まあ試合に近い練習をやりたいんだけど、はい、ウォーミングアップでまあ動かないんですけどね。はい、バック、回り込み、フォア、ミドル。バック、回り込み、フォア、ミドル。いきます。お願いします。はい、あと姿勢が高いね。姿勢がまず高い、うん、へその前で打ってるよ。へその高さです。胸の高さで打ってくれる。わかりました。はい、へその高さで。大丈夫。Okay.
こっちカーブでもいいよ。こっちシュートにしてもいいよ。逆もいいよ。はい、カーブ。シュート。はい、はい。ゴー。ナイス。ラスト。はい、はい。ね、はい、下馬鹿正面。やっと一番少なかったからね。一番少なかった。いいね。お願いします。お願いします。次、まあ、バック。どちらかというとバックメインの練習。はい、バック1本から3本。フォア1本。1本から3本、フォア1本。はい。お願いします。Thank you.
そう、まず振ろう。いつか入るようになるから。そうそうそう、はい、お、できるじゃん。はいはいはい、そうそうそう、はい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 、you
半分ぐらいいった。150ぐらいいったな。はい。いいぞ。お願いします。オッケー。ラスト。ラスト。ここにラスト。はい。今動く練習もした。下回転も打った。はい。あと台上とカウンター。台上とカウンター。前面にサーブ出します。はい。前面に突っついてください。前面に突っつき。俺はどこに突っつかれてもここから球出します。最初は簡単にしたから全部ループします。オールフォア、はい、どこで突っついてもオールフォアでかう。これ半分ぐらいは。はい。わかりました。お願いします。はい。社会で打ってたからね。急に伸びてくるのすごい伸びてくるように感じてると思うけど、はい、うん、ラケット位置結構低いよ。はい、高く。あとはラケット位置高く。はい、カモン、初心者か。はい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 シュートが一本もねえな。はい。そう。それが欲しいね。はい。あとこれだけよ、岡本君。あとこれだけ。なんか気管が急に空気吸い込むからびっくりして。気管が急に空気吸うから。びっくりした。びっくりするんだ。気管がびっくりするんだ。この辺がです。肺とかなくて、この空気吸う管が。ああ、じゃあ分かるよ。血の味する？血の味しますね。ああ、分かるよ。あ、結構追い込まれてるね。まあ、最後楽だから。最後楽ですか？うん。もう調整調整。はい。最後、もう前面にカーン行きます。はい。カンカン。カン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 。オッケー。ここだけ。多分50ぐらい。はい。いきます。お願いします。ラスト5球。はい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 。
べえ。きつい。きついわ。よく頑張るね。これで、まあでも、なんか全国大会出る人なんかもうこういうのね、毎日やって強くなってる人たちなんで、ちょっとね、少しでも太刀打ちできるように。おいや、むしろ勝ってやるんだぐらいの気持ちで行ってこようと思います。頑張っていてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。